まずはレモンシロップから。砂糖 600g、 これはきび砂糖のブラウンシュガー。水 400g。 鍋に水と砂糖を入れて弱火で煮て砂糖を溶かします。その間にレモンを搾りましょう。有機栽培のレモン5個から6個を半分に切って、黄色い皮の部分を剥きます。半分に切ったレモンを搾りましょう。砂糖が溶けましたね。ブラウンシュガーなので色は茶色。レモン汁を加えて、皮も一緒に加えましょう。そのまま5分火にかけたら火を止めます。常温まで冷めたら、そのまま冷蔵庫に一晩入れておきましょう。翌日冷蔵庫から取り出して、ザルを使って皮を除きます。お好きな瓶に詰めて冷蔵庫で保管してくださいね。このレモンシロップ、水や炭酸を加えたり、かき氷やお菓子作りにも。市販のジュースに使われている糖化リスクが10倍以上のブドウ糖、果糖、液糖などを避けるためにも、甘い飲み物が欲しくなったら、このシロップを適量薄めて楽しんでくださいね。ミントの色をきれいに出したいので、砂糖はグラニュー糖 600g、 水 600ml、 ライム1/2 個、茎を除いたミントの葉 50g、 水を鍋に入れて砂糖を加えて、弱火でゆっくり煮溶かして、溶けたらそのまま少し冷ましましょう。冷めたら冷蔵庫でしっかり冷やしておきましょう。お湯が沸騰したら、ミントの葉を入れて10秒ほどさっと湯通し、ここからは素早く。ザルにとってお湯を捨てて、ボウル1杯の氷水にミントを入れます。ミントの熱が取れたら、すぐにザルにとって水を切りましょう。ミントの葉を軽く絞って水気を切って、ペーパータオルの上に広げて水分を取っておきましょう。半分に切ったライムを搾りましょう。十分に冷えた砂糖水をミキサーに入れて、ライムの搾り汁を加えて、水気を切ったミントの葉も一緒に約30秒攪拌します。綺麗な色ですね。そのまま約15分置いておきましょう。15分後、攪拌したものをザルでこします。目詰まりするので少しずつ。こすのは2回。今度はガーゼを使って冷蔵庫で約1週間、冷凍庫で3ヶ月保存できます。これが自然なミントの色です。パリのカフェによくあるミント水、マンタロウ、できれば避けたい色素が使われていることも。手作りなら安心ですね。ミントシロップは水と炭酸で、レモンシロップは水とミネラルウォーター。
ミントシロップにライムとたっぷりのミントの葉、そこにラムを入れてモヒート。うん、最高です。